ベニマドンナまた大きいですね。そうですね、重量感ありますし、もちろん本当に幅が、そうですね、そしてで食べやすくなっておりました。フレッシュ、そしていただきました。甘、一番最初に、はいはい、そのゼリーのプルンと感というか、そうですね、やっぱりこうゼリー食感というのはやっぱりすごい売りだと思いますね。実は今日からベニマドンナがここで販売されるからなんです。うわー、みんないっぱい買ってるな。今年も美味しくできました。お日様市にはこれからのクリスマスシーズンにぴったりのスイーツがあるそうなんです。ベニマドンナドーム、ほぼベニマドンナになります。そんな、ベニマドンナがパズルみたいな。そうですね、全面ベニマドンナで埋め尽くされたベニマドンナドーム。果汁がぶわっと広がって贅沢なケーキです。こちらもほぼベニマドンナと言っていいでしょう。ベニマドンナのパフェも12月26日までの予定ですが、ベニマドンナの販売が終わると終了。こんにちは、失礼します。ろくろの担当は中西さんが、絵付けは矢部さんが担当しています。だいたい2人で作ってます。へえ、お二人の作品がこんなに並べられてるんですね。はい、ギャラリーには素敵な作品がいっぱい。子育て中のお母さんならではの作品って感じ。これはイギリスのトム・ケンプさんをトベにお招きして1ヶ月滞在していただいて、新しいものの考え方とか、やっぱり海外の人の知識とかそういったものからちょっと刺激を受けまして、今年1月にオープンした炭火焼きサバの専門店、前田食券。ものすごいサバの話。半世紀で食べた鮭が、ナルトの天然塩だけを釣り出して、髄液から溶け込んでいって、はい、そしてもう一つの看板商品がだし巻き卵。やっぱりだしにはこだわりがありますよね。炭火焼きサバ定食、かっこ盛りだくさん。サバの油が上品。ものすごいサバが入ったおにぎりも人気。テイクアウトもできますよ。国道33号沿い、今年の3月オープンしたこちらのお店、車屋さんが作るハンバーガー。お肉はアメリカ産の肩ロースになります。国産使うよりもお肉の味がちょっと濃いかったりとか違うので。そうなんです、ベーコンこれ燻製してるんですよ。桜チップで分かっていただけると思います、味の違いが。あ、もうすべてオリジナルで作ってます、はい、乗りました、すごいおこんなたっぷり、もうベーコンとかも入るつもりないですよあれボリューム満点、新作のベーコンエッグチーズバーガーは今日から。本当にステーキぐらいの食べ応えがあって、こだわりスパイスがたっぷりの牛すじカレー。ワンちゃんも OK な広々としたテラス席も準備中。昔の暮らし感、今では貴重な数十年前の砥部焼きが並んでいます。着物の形をした掛け布団なんですね、うん、これお布団なんですか。はい、布団です、はい、あったかいけど、こういうパターンです。重いよ重いでしょ。新しい場所で再開した蔵の資料館、ここでクイズタイム。これなんだ。なんか穴は開いてるんですよね、こことここになんかちょっと穴開いてるんですよ、うん、お、逃げ切りするか。トーチン、正解。イエーイ、夏の季語です。あのね、陶器の枕っていうのはトーチンって言うんですよ。あ、トーチン知ってる人はすごい。